アリス・ウォータースがある。自伝、カミング・ツー・マイ・センシズ・ザ・メイキング・オブ・エイ・カウンター・カルチャー・クックが2017年9月に出版され、翌年5月にペーパーバック版が発行された。1996年にはシェパニーズ財団を設立し、カリフォルニア州バークレーのマーティン・ルーサー・キング・ジュニア・ミドルスクールにて、エディブル・スクール・ヤード・プログラムを始めた。 教育現場における昼食の改革と、誰もが健康的で、オーガニックの食材を得ることができる社会を提唱。ミシェル・オバマ元大統領夫人が提案した、ホワイトハウスの有機菜園にも影響を与えた、ニュージャージー州生まれ。父親は経営コンサルタントのチャールズ・アレン・ウォーターで、母親は専業主婦のマーガレット。カリフォルニア大学サンタバーバラ校から転学し、 カリフォルニア大学バークレー校を卒業した。専攻はフランス文学。在学中にフランスに留学し、フランスでは地元産の新鮮な食材を買い求める生活をしていた。帰国後、北カリフォルニアのローカルな食材を使った食の普及に努めた。ウォータースにとって食はただ食べるものではなく生き方そのものである。 バークレー校に在学中にフリースピーチ運動が盛んになり、自身も運動参加した。同じく運動を行う人々に料理を振る舞うこともあったという。やがてヨーロッパに戻り、ロンドンのモンテッソーリスクールで学んだ。モンテッソーリ教育が、ウォータースのエディブル教育、後のエディブルスクールヤードに影響を与えた。ロンドンで学んだ後はトルコに旅行をして、ホスピタリティや ローカルコミュニティに触れる。トーマス・マクナミーの著書、アリス・ウォーターズシェパニッセでその旅について記し、ウォータースが出会ったトルコ人の若い男性が少ししかなかった自身の紅茶とチーズを彼女と同行者に分け与えてくれたことを描いた。この時の出来事がシェパニーズのホスピタリティにつながった。その後はフランスに行き、1年ほどの旅を始めた。この旅で、 食やフランス文化への情熱を確かなものとし、カリフォルニア州に戻って、シェパニーズをオープンした。ウォータースは影響された人物として、イギリスの料理作家であるエリザベス・デイビッドを挙げている。他にもアメリカにおいて、フランス料理の権威であり、人生の大半をフランスで過ごしたリチャード・オルニーの名も挙げ、神父飾り気のない料理に影響を受けた。 オルニーはウォータースにルシアンペローとルルペローというプロバンスにあるドメーヌタンピエのワイン畑のオーナーに紹介した。ウォータースの料理とシェパニーズのメニューにはルルの料理の影響が見られる。また、ウォータースは中国料理をセシリア・チェンに習い長きにわたって友人関係となった。ウォータースはジュリア・チャイルドがフランス料理をアメリカに普及したようにセシリア・チェンが 中国料理を普及したと話した。シェパニーズ財団の初期の活動は、カリフォルニア州バークレーのマーティン・ルーサーキング・ジュニア、ミドルスクールにて、エディブル・スクール・ヤードのプログラムを進めることであった。エディブル・スクール・ヤードは1995年に発足し、1エーカーのオーガニックサイエントキッチンの教室を作った。生徒は生産、収穫から収穫したものを使って、 食事を準備するところまでを担い、教育現場のコミュニティにおいて、環境的、社会的なウェルビーイングを促進することとなった。2002年より、世界中のの地元料理の保存と、生物多様性、小規模生産のために活動する、スローフードインターナショナルの副理事を務めている。スローフードムーブメントに関心を持っており、なぜなら後の世代に、食の知識と伝統を伝えていくものだからである。 ウォータースは料理や環境問題への提唱や様々な功績に対して受賞歴を持つ。料理に関して、運動に関して、その他、ありがとうございます。